はい、皆さんこんにちは、パラです。今回はですね、ステップワゴンで初出動になります。滋賀県は長浜にあります。日本一値段が高い RV パークが、キャッチフレーズのグランピング施設内にあります RV パークフューチャーリゾートへ行ってきました。4月がね、嫁さんの誕生日ってこともあり、ちょっと豪華な旅もありなんじゃないかと思って決めたわけですが、普段ならね、行ってなかったかもしれません。施設をね、利用しているうちに値段が高いのに納得してしまったわけは、もしかして安いんじゃないの？我が家の行く決定場所になったわけは、この後の動画をご覧ください。すみません、ありがとうございます。ではこちらがチェックインメモですので、はい、こちらのご記入をお願いいたします。はい、では施設のご案内をさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。こちら場内マップなんですけども、お客様の泊めいただいている RV パークですね、今こちらに泊めていただいている状態になっておりまして、はい、今日は RV パークを他のお客様はいらっしゃいません、うん。でグランピング場としての利用なんですが、今回は4番、5番、6番の3棟が入られているような状態と。今日、バーベキューブースが利用される予定はありますか？ね、あります。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。では、この後ご案内するナンバー1番でご用意させていただいておりますので、はい、こちらをご利用いただけます。はい。利用時間なんですが、チェックインした後、なので今から夜は21時までとさせていただいております。21時までね。はい。はい。で、続きましてですね、共用スペースについてのご案内をさせていただきます。はい、プール入られる予定ありますか？プールはないですね。かしこまりました。寒いですよね。寒いです、ね。水ですよね。水です。でも最近も入る方もたまにいます。そうなんですか。へえ、これ暖かかったり、今日特に寒いですよね。今日特に寒いですね。うん、はい。そうなんです。かしこまりました。それではですね、はい、こちらの大浴場とサウナについてご案内させてください。うん、大浴場1は男性と女性が時間で入れ替わる形になっておりますので、男性の方、こちらの時間、本日17時15分がラストの時間で。ああ、そうなんですね。はい、で、お時間外の利用に関しては、方法が2つございます。はい。1つはこちら、うちはですね、夜間21時から6時までの6時間を、1グループ様の7000円で貸し切りをさせていただいております。こちらをご利用いただくか、うん、こちらにシャワールームが24時間ついております。はい。こちらのシャワールームをご利用いただいております。あ、ここですね。はい。はい。シャワールームの利用は、はい。無料で。無料で使いますか？常に貸しております。はい。続きましてですね、サウナについてご案内させていただきます。はい、うちのサウナは20時45分までが無料開放とさせていただいております。はい、この時間の間は自由に使っていただいて大丈夫ですが、共用利用となりますので、他のお客様にご利用される可能性がございます。こちらご了承ください。でこちらもですね、21時から6時の9時間は5000円で貸し切りを行っておりますが、先着順となっております。ご了承ください。はい、はい。一番奥にショップレンタルがございますので、また時間があるときにご覧ください。あ、ショップレンタルがあるんですね。はい。ちょっと隣で。あとは、うちはね、トゥクトゥク止めてるんですけど、はい、でレンタカーでさせてもらってて、はい、トゥクトゥクのレンタカーでさせてもらってます。はい、また、ご興味あればおかけください。あ、これは、はい、公道を走れるトゥクトゥクですか？はい。普通自動車免許で一般道を。あ、そうなんですね。はい、どれぐらいで、お金できるとしてあるよというのとですね、通常の宿泊の方は半額になるので、1時間が3990円でご案内をさせていただいているような形となります。なるほど。はい。で、プール借りる場合は、はい、プールは何時までやってるんですか？プールはですね、うん、こちらは、その日ですと18時まで。あ、18時まで。半額なので、それ以降ですね、18時から21時がナイトプールという扱いになりまして、はい、3000円で貸し切りをしていただけるような。ああ、そうなんですか。へえ、うん。はい。よろしくお願いいたします。はい。フリードリンクサービスというのをさせていただいておりまして、はい。こちらのバーカウンターの上に、ソフトドリンク、はい、コーヒーマシン、うん、フリーチャー、それからお菓子を置かせてもらってるんですが、はい。こちらが夜の20時、8時まで、ね。8時まで。ですね。そこのカフェの中のみとなりにして、外にお持ち出していただくことはできないんですが、自由に。これの部分には、はい。ご飲食いただけるものですので、はい。よければご利用ください。ここに載ってるものはないです。あ、全部。うん。はい。あ、そうですね。うん。で、こちら、温泉の無料体験というのをさせていただいております。はい。
で、こちらなんですが、本当10分15分で終わる、もう誰でもできる簡単な体験キットをご用意させていただいておりまして、はい、では続きましてですね、先ほどちょっとお話しした大浴場なんですけども、はい、あちらの中に冷凍庫が入ってまして、はい、全てであの中に入っているアイスは食べ放題とさせていただいております。時間の中で、ぜひあのご自由にこちらご利用ください、はい、天気持てば19時からですね、あの焚き火を点火させていただいて、うん、19時30分から焼きマシュマロの体験というのをそうなんです、ね、させていただいておりますので、よければ時間があればぜひお越しください、うん、ではですね、この後ご説明する縁日の体験コーナーというところがございます、うん、はい、こちらで19時30分から行っております、うん、はい、で縁日の体験コーナーはスーパーボールすくいと輪投げをご準備しておりますので、こちらもよければ夜ご利用ください。はい、はい、では無料サービスについてのご案内は以上とさせていただきます、うん、はい、案内でいただいた状態をお参加できる状態で、はい、ご散策いただければ大丈夫です。あ、うん、話があればダメですよ。そうですね、うん、でも完全に話せる場所っていうのは、うん、この後ご案内します。ドッグランってちょっとちっちゃいですけども、うん、スペースがありますので、そちらでしたらリードもケージもなしで自由に入っていただきますが、すか、はい、あの必ず目は離さないように、うん、っていうふうにお願いしておりますので、はい、ご了承ください、うん、はい、では一通りの説明は以上なので最後こちらですね、はい、この施設のどこかに熊1匹、リス6匹がこの施設どこか見える範囲にいます、はい、全て見つけていただくと素敵なプレゼント。あ、そうですか。ただこちらが縁日の体験コーナーですね、はい、もしも晴れていればこちらのファイヤーピットを点火させていただいて、サメフ君こちらの薪ストーブ使いますので。あ、そうですか、はい、ナンバー1番、こちらをご利用ください、はい、この後ここにメニュー表とトングを置かせてもらいます、はい、うん、で何かご用があればボタンを押していただければ対応です。あ、そうですか、はい、あ、ここに調理器具があるからね。そうですね、うん、でシンクもここと向こう2箇所ありまして、はい、両方とも給湯器についてますので、うん、お願いします。でこちらショップです。こちらがサウナ、低温サウナ、大体温度が80度設定させてもらってます、うん、料理される場合には20分に1回とさせていただいておりますので、うん、連続してかけないようにお気をつけください、はいはい、よろしくお願いします、うん、で大浴場ですね、こちらに時間がございますので、この時間の中でご用意、ご利用ください、うん、はい、はい、はい、口ひねると2メートルから3メートルぐらいまで水が思い切り上がってくる。ほー、手前が水風呂になってます。はい、で奥が、プールですね。うん、なのでサウナ入られた方こちらの水風呂使ったりとか、お時間がある空いてるうちにはプール使われたりとかする方もいらっしゃいます。うんうん、ああ、そうですか。はい。はい、設置がね完了しまして。RV2 番に泊まさせてもらいました。今日は1番は空いてるってことだね。ちょっとね、ワンコトイレ行きたいそうでお散歩に行ってきます。そうそうそう、いや、すごい、これインスタ映えする場所じゃん。わほー、ジープとかこれ乗っていいのかね。大人は乗っちゃいけないとか、自転車、お子様用ジープだって。バドミントン、キャッチャーボール、キャッチャーボール、キャッチボール、キャッチャーボール。寒い。明日朝晴れとったら、うん、じゃあ行きたいの？ドッグラン。行きたいの？行きたいもん僕って。森の塔。あ、これ見た、この、うんうんうん、YouTube で見たね。さらにここ見て、ブランコもある。プール入れるってよ。え、プール？これ、あ、本当だ、シャワーがある。この時期でも入るし、いるって。嘘だ。あ、まあサウナがあるから、うん、怖
って誰こっち向いてミーツのびのび、うん、いやブランコ乗ってるねミーさんの聖地でかわいい、ここかわいい、バイバイ。全部乗ってるの全部行って、コーヒー飲むかな、うん、高い、うん、怖いの？音が。音が怖いのか。ザザイって。うん。煙はこれ上に逃げるのかね。え？ミチみたいな。ミチ？ああ。違うじゃん、絵と。え？持った時と違った。2杯目
誕生日おめでとう。焼き増島の大展開催中一人お無料ですございます。あったかーい。すぐ焼けるよ。顔が熱い。うん。何すねたつの。なんで？あ、まだ焼くのか。大見エビ。透き通ってんだよねこれ。大見エビ。琵琶湖にいるのかねこれ。はい、トレーラーに帰ってきました。お洋服も脱いで、お菓子でも食べますか。なんかあられの匂いがするけどね、すでに。兄ちゃん、友達増えたよ。まい、あらららら、ら、はい、いいよ、いいよ、はい、で、
丈夫ですか。ちょっと起きよう。みんちゃんたちはしっこしてない。ここはみんちゃんはしっこしてない。痛いお風呂、中見えるお風呂が。すごい、お風呂ついてる。お風呂、あのお風呂にもなんかあったじゃないですか、クリスタル、うん、はいはいはい、ありますね。500キロの、あれもきっと高い。あれは一応500万ぐらいで。写真撮らせてもらってありがとうございます。いろいろね、うん、ありがとうございます、うん、こちらこそ宣伝していただければ、うん、あ、いいですよ、うん、はい、じゃあありがとうございました。はい、どうも、ありがとうございます。また来ますね。はい、ありがとうございました。はい、どうも。Feeling now.
spending